れだ。もし日の神神楽が火の呼吸だったなら、なんであの時煉獄さんを助けられなかった。上弦の鬼には煉獄でさえ負けるのか。すごい殺気だ。相手は上弦の六だと。それでも俺は、俺たちは勝つぜ。俺たち鬼殺隊は、宇髄さんは毒を食らってる。俺が守らないと。煉獄、お前ならどう戦う。俺はお前のようにはできないかもしれない。ランギャー、炭治郎、危ない。かまど少年を、黄色い少年を、井之頭少年を頼んだぞ、宇髄。ごめん、みんなごめん。派手に任せておけや。火の呼吸、毛玉の呼吸、雷の呼吸、炎の呼吸、音の呼吸、走らん。もういい。